挨拶、うつぼ姫でーす。ほえーと、ほえーと、ほえーの3人セットです。ナイスーまだちっちゃいな。コバンザメ？コバンザメ、ほら。お姫さんが引っ掛けたやつ。あ、ちょっと違うね。池カツオ？池カツオ！あ、池だ、池！池カツオ。ちょ、光りすぎて、なんか。あ、池やん。初めて見たこれ。え、ほんと？あ、お前。え？マジ？出すかな。サヨリサヨリサヨリじゃん。サヨリ犬だ。サヨリちゃんじゃん。サヨリサヨリサヨリってね。サヨリ腹黒ちゃん。口の中に寄生虫が絶対いるっていうよね。体内だっけ。おおすげえナイスだ。うえナイスじゃん。ナイスだ、ね。あドンディナイスじゃん。ドンディごとそう。わまあ、光の中に。そこからここからもう乱入侵入しちゃって。ふっかふっか焦ったー。ボキメさん。よかったね今。イエーイドーマンゲットマジのドーマンじゃんドーマンドーマンドーマンのバカベビタンサイズ岩ガニだねはい木図ですもうさ毎年毎年地形が変わるからさおなんだ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 お前なんだこれなんこれなんだ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 こいつえ？何これ？どあ、ヌタウナギだ。ヌタウナギじゃない？ヌタウナギだよ。取って。おーい！何これ何これ？ヌタウナギじゃない？ヌルヌルする。何これ？うわー！ワラスボみてえな顔してる。ワラスボじゃない？ワラスボではないか。ワラスボみたい。え、キョンさんやばいこれ。これ何？何これワラスボみてえなのいた。サヨリいますよ。サヨリちゃんはいたよ。これ何？これやばない？ワラスボさん。ワラスボだよね。これ、うん、すごい。え、すげえ。これ買う？これ。あ、え、バスシーじゃん。あ、いいじゃんいいじゃん。いいなそのサイズ。お前らなんか中さん連れてきて。え、ワラスボはやばい。すごいね。そんなのいるんだね。有明海以外にいるんだ。ニョロニョロしてた？うん。なんかね、クネクネしてた。え、すごくないマジで。それ多分ワラスボはえぐい。奇跡のワラスボだよ。ワラスボってさ、滋賀だか佐賀だかしかいないんじゃなかったっけ？有明海の。ちょっと調べるよ。完全にほら、これ目ねえもん。うん。ヌタウナギってそんな牙ないよね。ない。ない。てか、目はあるじゃん。ちっちゃい、ちっちゃい目はある。やば。こう。買う一周回って。いや、いらない。ほら、ほら、ほら。ワラスボじゃん。ワラスボだ。え、ワラスボやん。有明海にしかいないよ。え、有明海にしかいないワラスボ、瀬戸川の河口にいんの？だって見て、ワラスボ、鈴木一家、羽根君が許され、日本では有明海のみに分布。有明海のみに分布してるワラスボ？ちょっと写真撮っていい？うん。ほら、なんか口がだってさ、えぐいもん、なんか。来た来た。なんか入ったわあーチヌ入ったチヌチヌー逃げちゃったでね今これチヌね取ったとこね俺よく見たらなんかねルアーみたいなのが引っかかってんなって思ったんですよねやったおおやったサイレントアサシンを取りました赤頭のレッドヘッドだおしかもフラッシュブーストじゃんおやったぜじゃんこれ絶対小さいと思うあちゃんとでけえじゃんちゃんとでけえやつ取ってたお前の目にこれ40センチに見えてんだ俺の手のひら80センチあるから多分そこにハズいる、はい、入った、ね、ちょっといいサイズじゃないうんういハゼ結構ほらブリブリでうまそうじゃないブリブリ個体じゃんあ、逃げたあいつがさ、40センチぐらいのマゴチつ絶対小せえ絶対小せえつって小さかったら、うん、40センチのマゴチ取ったらあんなリアクションじゃ済まねえからマゴチ取ったあ、待て走るなこっち来いダニエル卵を2個ぐらい貸してくれ俺ダニエルこんなのマゴチあ、待って俺の卵使います。うんうん。
へえ、今回のじゃあどれこれ。でかすぎる。こう、皆さん見えますかこれ。これですよ。これはね、ドンディが今日釣ったのよ。でかいっす。いや、わかんねえ。逃げる可能性あるから。これはね、でかすぎるわ、ちょっと。でかいな、これ。逃げる可能性あるから。アシストが必要。アシスト必要だね。これ、ちょっと、どっちか持ってもらっていい？あ、はい。これでも、キョンさん行った方がいいかな。いや、これ待って、バカでけえわ。これ待って、バカでかいな。バカでかい、バカでかい。ケツ押さえてこれじゃ。ケツ側、ちょっと一人いて。待って、怖い流れがえぐいんだよな、流れが。尻尾つかんでもね、多分言うほど活性が低くないから。お前もうさ、握り潰せばエラ行く。うん、エラの方がいいよね、多分。もう一気にさ、それ触りましたよ。エラがない。ちょっとギュッと押さえてる今。まずはギュッと押さえる。これマゴチ見つけたらみんなギュッと押さえる。ギュッと押さえる。ギュッと押さえる。ギュッと押さえます。で、まずは鼻面をこうほじってあげて、入りやすくね、そっと入りやすくする。これそっと入りやすくしたら、だんだんぐりぐりやっていくと、マゴチだんだん入ってくる。入ってくるね、おマゴチ。そしたら開ける。でかいかも。やばすぎる。やばすぎる。やったやったやったえ、すげー。やこれもんだよ、これやばすぎる。でっけー。みんなね、マゴチを見つけたらまず上からこう押さえちゃう、こうね、うん、はいはいはい、そしたらこう顎の方をタモグリグリって、で、上げるってやつね。やったでかい。やりました、やりました。2460あると思う。あるね、多分。絶対ある、これ。マゴチ大きいのだと60センチぐらい。力えぐいな。おお、いや、もうこれはやべえよ。うわー、うわー、すげえ。これサムネだろ、これ。これよ、これ。これすげえよ、でけえ、マジで。これですよ。これガサガサだと簡単なの。うん、うん、手でもうなんか釣る、もうポーンいくだけ、ポーってね。うん、もうこの釣る方がバカらしいっす。これっす。うわー、よし、ありがとう。あ、まあまあまあ、いるな、いるいる、画面の真ん中。まあまあまあ、まあ、いるな。うん、多分取れる。ここからしたらもう絶望の袋小路突入です。うん、さっきのパターンで行ってみる。うん、行ってみよう。ここね、押さえて、もうマゴチ動かん。ガーって押さえて。めっちゃおろいや。めっちゃ簡単に取れるね。ナイス。こいつもストーリーにしとく。ストーリーにしとく。ナイスだね。うん、やっぱ、選ぶたはちょっとむず危険だね。うん、分手必要かもね。うん、はい。でかっ。改めてヤバさが感じられるわ。もうストーリーちゃー、これストーリーが続けてる意味がね。ねえよね。絞り切っちゃったと思う。うん。あ、違う。変幻自在だね。そういうためのもの？この百均だもん、このためにやんね。ほら来た。すっぽしね。で、さらに曲げて。寝てるこいつ。いや、最初ね、こっちも行ってた。照らしたらそっちも。今寝魚のあれやってんだよ。いけんじゃね、ワンちゃん。行ってみるか、これで。取れなかったらもうしょうがないとして。ここだなと。大人が4人もかかって、いくよ、もういっちゃうよ。3クエ、下、真下が触ってる、触ってる、触ってる。入った、よし、おお、やったー、クエー。それは買いましょう。クエー、かわいい。クエだ、クエです。めっちゃちっちゃいクエだ。今日噛み替えすぎない？危ない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 。ナイスー。